ご視聴ありがとうございます。今回のシリーズでは、1980年代の、懐かしいパソコンとファミコン雑誌たちの、栄枯盛衰期について、全2回に分けて紹介させていただきます。コピン公式ブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。第1回目は、1980年代の、パソコン雑誌を、第2回目は、懐かしいファミコン雑誌について、ご案内させていただきます。1970年代末の、パソコン雑誌の誕生。まだインターネットも登場していない1980年代に、パソコンやゲームの情報を入手する方法といえばやっぱり雑誌や書籍だったよね。そんなパソコン専門雑誌の始まりは、1976年10月に、日本初のマイコン専門雑誌である、IO の創刊から産声を上げることになるんだ。IO の出版派の君、日本マイクロコンピュータ連盟から、工学者の発行に変わります。この頃の IO の掲載内容は、プログラムに関する記事とプログラムリスト、そして秋葉原の電子機器の広告などだったんだよね。この頃は、何愛外が読んでも何が、書いてあるかよくわからない雑誌だったような。翌年の1977年にはアスキー出版が、設立され、マイクロコンピュータ総合誌と、銘打ったアスキーが創刊されるんだ。おお、アスキーの誕生。7000部からスタートしたアスキーだったけど、わずか数年後には南青山の、一等地にフロアを構えるまでに急成長することになるんだ。この頃のパソコン雑誌の勢いが、感じられる話だね。同年の1977年には、電波新聞社から月刊マイコンが、翌年の1978年には、高裁堂からラムが創刊され、初期の4大総合誌が出揃うことになるんだよ。IO や月刊マイコン、ラム、アスキーなどが創刊された1977年当時。日本には、国産初のマイコンである、日立のベーシックマスターや、シャープの TK80 といった手作りの、簡易なボードコンピュータしかなかった頃で。一方のアメリカでは、Apple II や、PET 2001が人気になりつつあった時代、かなり高価だったけどフロッピーディスク版の、ソフトが次々誕生し、パソコンゲームの先導役を、果たすことになるんだ。Apple II では、有名な RPG のウィザードリーや、ウルティマ、アクションゲームのロードランナーや、バンデリングベイなども発売されるようになるものね。日本では、IO の創刊された翌年の、1979年に、NEC からカラーグラフィックを、採用したキーボード付きの本格的パソコンである、PC8001 が発売されるんだ。PC8001 登場こそ日本の、パーソナルコンピュータの春の、訪れを告げるものであった。ちなみに1970年代末から、1980年代初め頃までは、パソコンとは言われずマイコンと呼ばれていました。1980年代初めの、パソコン雑誌の急成長。1980年代に入ると、ソニーや東芝、日立などの大手電機メーカーも、パソコン市場に参入し始め、パソコン業界は一気に、活性化し始めるんだ。翌年の1981年には、シャープから MZ80 が、NEC から PC6001 や、PC8801 そして、富士通の FM8 などが、登場し、ここにいわゆる、パソコン産業メーカーの機種が出揃うことになり、シャープ、NEC、富士通を中心にパソコン市場波及成長していくんだ。おお、国産パソコン産業メーカーの登場だね。中でも PC8801 は、モデルチェンジを繰り返しながら大ヒットマシンになり、パソコン普及の先導役を果たすことになるんだ。そして、次々と発売されるパソコンに合わせるように、パソコン専門誌も1981年後半から1983年に創刊ラッシュを迎えることになるんだ。1981年10月に、創刊された学研のマイコンライフを、はじめ、1982年には、徳間書店から、テクノポリス、電波新聞社からは、マイコンベーシックマガジン、アスキーからはログインが、そして日本ソフトバンクからは、O シリーズの、OPC、OMZ、OFM が登場するんだ。翌年の1983年には、小学館からポップコム、角川書店からコンプテイク、日経 BP から日経パソコン、アスキーから MSX マガジン、日本ソフトバンクからディープが、創刊されることに、まさにパソコン雑誌の、百花繚乱の時代だね。ちなみに当時3大パソコンゲーム雑誌と、言われたのは、角川書店のコンプテイク、アスキーのログイン、小学館のポプコムだよ。パソコン紙面も技術情報から、娯楽志向へ。1983年頃になると、パソコン雑誌の紙面もコンピューターの、技術情報から娯楽が主体の、内容に変わっていくことになるんだ。1980年代初めの、雑誌の多くはどれも、文部省推薦のお墨付きがもらえそうな、ハードウェアに関する記事や、プログラムのリスト、アルゴリズムの研究などが、紙面の中心だったんだ。市販のソフトウェアは、7ソリほど発売されていなかった頃なんだね。そのため、当時パソコンでゲームを楽しむには、雑誌に掲載されたプログラムリストの、データを直接打ち込んだりしていた頃で。プログラムを打ち込むの大変そう。そんなパソコンユーザーのニーズを、察知したのか、ソフトハウスから掲載されたプログラムを、カセットテープで通信販売するサービスなどが、登場し、人気を博したんだ。それで大きく成長したのが、ハドソンや、光栄などだね。そして、1983年の、パソコン雑誌の創刊ラッシュ時代になると、各紙独自の記事を、掲載し始めるようになり、ホビー面の環境も整ってくるようになるんだ。
この頃になると、マイコンという通称は、パソコンになり、ゲームの楽しみ方も、雑誌の市場のソフトリストを、手入力するのではなく、パッケージソフトが主流になってくるんだ。そしてパソコン雑誌の中身も、ゲームの娯楽性を前面に、出したものに大きく変わり、発行部数もアップしていったんだ。アスキーのログインなど、技術情報誌から、娯楽誌へと路線変更する雑誌などもあり、多様化が進んだのもこの頃だね。ゲームソフトの新作レビューや、人気ソフトの攻略方法、ソフトハウスの取材記事など、現在のコンピュータゲーム雑誌の、基本スタイルはこの頃に確立されたんだよね。1980年代中頃は、パソコン雑誌の最盛期ですね。家庭用ゲーム機のファミコン誕生、そしてホビーパソコン、MSX の登場。1983年になると、家庭用ゲーム機であるファミコンが、発売され、1985年頃からファミコンブームが到来することになるんだ。これが起爆剤となって、ファミコン雑誌が次々と、創刊されることになり、さらにファミコンが登場した1983年には、低価格なホビーパソコンとして、MSX 規格が発表され、各メーカーから MSX マシンが、発売されるようになるんだ。そしてこの発売に合わせて、MSX を推進してきたアスキーの、MSX マガジンが創刊され、徳間書店の MSX ファンと、共にしのぎを削ることになるんだよ。おお、MSX 専門雑誌の、登場だね。パソコン雑誌、百花繚乱の時代に、消えていったものたち。1980年代は、国産パソコンが急成長、それにこうしてパソコン雑誌も、次々と創刊された時代、そんな中短期間で休刊や、廃刊になってしまった雑誌もたくさんあったんだ。この頃に消えていた雑誌たちというと、パソコン四大総合誌の、一角を担っていた、高裁堂出版のラムが、約3年で1984年に休刊してしまうよ。学研もマイコンライフも、約4年間観光と検討したけれど、1985年に休刊しているよ。それ以外にも、CSK のマイコンループ、公文社のマイコンボーイ、東京書籍のエンターなども、1980年代に休刊することに。わずか数年で、終わってしまったパソコン雑誌も、結構あったんだね。国産パソコンが急成長していた時代とはいえ、やっぱりパソコンユーザーに支持されなければ、消えていく運命なんだよね。夢を乗せて MSX400 万台突破。そして MSX の終焉。1980年代に、ホビーパソコンとして盛り上がっていた、MSX は1990年には販売台数が、全世界累計で400万台を、突破することに。各 MSX 専門誌には、夢を乗せて、MSX400 万台突破。のキャッチコピーが踊ったけど、この頃から MSX を、取り巻く環境は急速に、悪化していき。1990年10月には 16bit CPU を、搭載した新規格の MSX ターボ R が、リリースされたものの、あれだけあった参入メーカーは、松下電器一社のみとなってしまい。この高性能マシンは、好調なセールスを記録し、翌1991年末に、さらに新機種を投入したものの、肝心のソフトウェアのリリース数は減少傾向にあり、MSX の勢いが、衰えてくるんだ。この衰退に呼応するように、MSX 専門誌も休刊や、廃刊が相次ぐことに。推進役だったアスキーの、MSX マガジンが1992年に休刊、ライバルの MSX ファンのみが、携帯を変えながら細々と、発行を続けていたんだけど。3年後の1995年に休刊しました。MSX は、低価格でパソコンやゲームが、楽しめるという面白いポジションの、マシンだったんだけど、結局高性能パソコンである、PC981 や家庭用ゲーム機に、押され、彗星のごとく消えてしまったんだ。国産 16bit マシンの時代、そして Windows 95の、発売。1980年代末になると、8bit パソコンから 16bit マシンの時代になり、NEC の PC981 や、シャープの X68000、富士通の FM タウンの時代に。さらに1990年代になると、世界標準機である、DOS V が普及し始め、1995年に、Windows 95が、発売されると、さらにパソコンユーザーが急増することになり。そして、PC ユーザーの増加に伴い、情報誌への需要も増し、パソコン雑誌は第2の最盛期を、迎えることに。しかしこの頃から、国産パソコンである PC981 などは、勢いを失い、読者層も変化し始めたんだ。そのため、1980年代に、活躍していたパソコン雑誌も、時代の変化に対応しなければならない時期に、そんな中老舗雑誌の休刊や、廃刊が増えてゆくのもこの頃なんだ。12年間活躍した、徳間書店のテクノポリスが1994年に休刊、小学館のポップコムも、同年の1994年に休刊しているよ。シャープのパソコン X68000 も、1990年代半ばには Windows パソコンに、押されつつあり、それに伴いシャープ系の、国産パソコン雑誌だった、日本ソフトバンクの OX も、惜しまれながら、1995年に休刊することに。でも兄貴分の、OBC は、2000年までもちこたえたよ。インターネット時代の到来、2000年代のパソコン雑誌たち。2000年代になると、いよいよインターネット時代の到来。紙によるパソコン雑誌は、試練の時代を迎えることになるんだ。そして老舗の雑誌の休刊が、相次ぐことに。2003年に四大総合誌の、一角を担っていた、電波新聞社の、マイコンベーシックマガジンが休刊すると、
あの人気雑誌だったアスキーも、28年の歴史に幕を、下ろすことになるんだ。あのアスキーが休刊。同じアスキーのログインも2008年に、そして人気雑誌だった日本ソフトバンクのビープも、2012年に休刊してしまうんだ。1980年代から活躍していたログインは、26年、ビープは28年の歴史に、幕を下ろすことに。長年愛読されていたパソコン雑誌がなくなってしまうのは、残念なことだね。2020年も生き残っているパソコン雑誌たち。1990年代、2000年代に次々とパソコン雑誌が休刊や、廃刊に追い込まれる中、2020年になっても、発行し続けているパソコン雑誌も、存在するんだ。1970年代に、創刊された工学者の、IO や、CQ 出版のインターフェースは未だに、健在。すごい、老舗ですね。1980年代に、誕生した、日経 BP の日経パソコンも、継続中だよ。やっぱりビジネス系は、強いですね。組み立て PC 好きなら一度は購入経験のある、インプレス社のドス V パワーレポートや、熱狂的なファンを持つ Apple の、専門誌である、Mac ファンなど、今でも頑張っているパソコン雑誌もたくさんあるんだよね。やっぱりパソコン雑誌が最も輝いていたのは、1980年代から1990年代の初め頃ですかね。そうだね。国産パソコンの NEC の PC8801 や、PC981、シャープの X シリーズや X68000、富士通の FM シリーズなどが、活躍した時代が、パソコン雑誌の最盛期だったよね。たまには、1980年代の、パソコン雑誌を読み返してみると、当時のパソコン状況がよくわかって、楽しめると思うよ。今回はここまで。次回は、あの懐かしいファミコン雑誌たちを、ご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。